はい、じゃあ、はい、トークの方を始めさせていただきます。サムクック大好き湯本千佳です。サムクック愛好家です。よろしくお願いします。日本一のサムクック好き。いやいやいや、ありがとうございます。そんなことも言っていただいて、今回ね、あのテーマになってるリスペクトサムクックっていうことで、ね、さっきも言いましたけども、サムクックをリスペクトしているオーティス、このね、聞いて、オーティスがサムクック死んでからその喪失感を僕は埋めたいみたいな感じでね、こうデビューしてきたりとか、ここにアレサがいてるんですが、アレサもサムクックをアイドルとして捉えてるような感じで、でサムクックのね、あの吸ったタバコの吸い殻とかもこう拾ったりとかね、するぐらい大好きだったりとか、うん、そのぐらいもう本当ちょっと危ないストーカーぐらいな感じで好きだったりとかで、清志郎もねここいてますけど、また清志郎は後で出てきます。でですね、とりあえずあの、まあ、オーティスもサムクックのカバーいろいろねやってきてるんですけども、この間やったのでオリジナルで8曲ぐらいでしたかね、カバーしてて、うん、でスタンダードで、何曲だろう、5曲ぐらいか、5曲ぐらいね、ね、でロッド・スチュワートもそのぐらいやってて、まあ、スタンダード多いんですけどもやってて、でやってるけどそのフルカバーアルバムみたいなのは出してないんですよね、うんうん、オーティスもロッド・スチュワートも。でフルカバーアルバムを出してリスペクトしてるっていう人をちょっとこう紹介してみようかなと思うんですけども、これルー・ローブ、サム・クックの旧友なんですけども、同じシカゴの出身でゴスペル時代からよく知っている、ブリンギのホーム・トゥ・ミーで一緒に歌ってるのがルー・ローブ。そうなんですよ。で、これが、フェイム・ギャングがバックを務めて、何年ぐらいですか、フェイム・ギャングが、ね、何年ぐらいだったかな、70年ぐらいは行ってたフェイム・ギャングだった。そうなんですよ。ここにね、サム・クックが座る予定だったんじゃないかみたいな感じで、あー、なるほど。で、こっちがキング・カーティスね、あのキング・カーティスはもうハーレム・スクエア・クラブで一緒にやってたんで、これもこれフルカバーアルバムで、これ追悼版ですよね。そうですね、追悼版でサムが歌ってた旋律をあのサックスの方で吹くみたいな感じ、全部インストなんですけどもね、こんなんがあったりとかで、ジェラルド・アルストンがサム・クックのフルカバー、これ知らないですよ、ジェラルド・アルストン。あ、そうですか、あのあれですよ、マンハッタンズのうん、ああそうなんです。これは何年ぐらいなんですか。これがね、ちょっと僕も何年ぐらいだったかな。結構なんか最近、そう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 、新しい方があるの。ジャケットが。で、もう普通のマンハッタンズでもね、You Send Me とかカバーしたりとかしてるんで、ね、やってますよ、ね。そうそうそう。またね、この間オーティスのカバーのね、やったんですけど、オーティスと違ってもう普通にサムのような歌い方で、ジェラルドは歌ってくれるような感じ。で、これがエルシー・クックって言って、サム・クックの弟が、うんうんうん、お兄さんが亡くなって追悼したんですけども、このエルシー・クックもオーティスと一緒で、クック調っていうのは僕はあまりこう苦手としてるから、このアルバムはあんまり好きじゃないんですけど、あ、ほんなもっと結構激しい感じですね。そうそう、だからね、ディープな感じだから、どっちかというとサザンとかノーザンソロとか歌わせたらエルシーいい感じなんですけども、お兄さんのそう、歌を歌わせたらなんかもう一つだなってジェラルドの方がそういう意味ではね、いい感じだなと思って、あとレゲエとかね、ロックステディですけども、このブルース・バスターズっていうのがサム・クックで、あのアルバム1枚でやってるんだよ。そうそうそう、そう、追悼してるんですよ。そう、ニューヨークでサムと出会って、あ、大手に大手で一緒にツアーとか回ったりとかして、で、歌い方とかも教えてもらったとか、もうサム、ね、レゲエのサム&デイブみたいな感じで、で、シュープリームス、スプリームス、ね、ダイアナ・ロス、だからね、この間も言ってましたけど、サム・クックの甘いようなキューピッドとか歌わしたら、なんかこ、あのこっちの方が女の人の方が合うなって話をね、この間してたんですよ、してたんですよね、サム・クックのカバー。そうそう、そういうのもあったりで、日本ではね、これボガンボスはフルカバーアルバムじゃないですけども、何曲か、結構4曲か5曲ぐらいは歌ってますよね。でもドントが自らもう、ね、マイネームイズサム・クックとか言ってね、歌ったりするライブ版なんですけども、こんなんがあったりで、もう本当フルカバーアルバムで言えばトータスさんがね、
このツイスティン・ザ・ナイト・アウェイのアルバムをもんアルバムそのままやもんね、曲順もそうで、アレンジも変えずに、うんうんうん、もう極力もオリジナルのまま、これがね、CD 化されてないからもう僕がじゃあ CD 化するんだって言って、と同じものをこう、ジャケットもね、こうでも、その当時ちょうど同じぐらいに CD 化されたんですね。そうそうそう、CD 化されて、出たんだよ、出るんかい、そう僕がこう、CD 化されへんかやったのに、やったのに、出るんかい。もうちゃんとね、サムと同じ、同じね、ダボスジャケットをね、こう、新調して、だから、トータスさんがね、こう、その、レコーディングとかをね、この間もするときに、する前は必ずサムの歌を聴くらしいんですよ。自分が歌いたかった、歌いたかった自分の望む声をこう、そうそうこうイメージして、そうそうそう、どんなんだったかっていうのをこう思い出すためにね、一回聴いて、聴いて、そう、で、このね、サムクって四角いんですよ、口がこう、あーっていう歌で、さっきの映像でもね、めっちゃ四角かったでしょ。そうそう、それをトータスさんはやったら俺もこんな風に歌えるんじゃないかではないか、一生懸命こう口を四角く頑張って練習もしたみたいな話もあったりとかしてね。で、さっきのね、清志郎なんですけども、この時にね、このスーツを作る時にサムと同じスーツを作ってほしいって言って、大久保久子さん、写真家のね、うん、教師の写真撮ってた人に頼んで、一緒にチャボと一緒にテーラー行ってこう作ってもらったのがこれっていう、なんかちょっとサムというよりオーティスっぽい感じのね。いや、これあれちゃいましたっけ、ウィルソン・ピケットのこのジャケットあるじゃないですか。あー、それを真似してっていうパロディやったはずですけどね。サム・クックなんですか、ほんますか。そう、でも清志郎はサム・クックの着てるようなスーツをお願いしますみたいなんで行ったっていう。なんか緊張してこうピシッとして測られてたのをみんなで見て笑ってた。そういうことにしておきますか。いやいやいや、そうなんだ。いや、どう考えてもな、まあまあなんかちょっとウィルソン・ピケットのアルバムやけどね、うん、色合いも、そうそう、このスーツの色合いも、細身の加減とかもね、バッグの色合いも、まあ確かに確かにかもしれない。まあまあ、ここまあまあまあ、そちらの意見を込んでおきます。これ、アール・ケリーもサム・クックが好きで、好きなもんだから、こう一緒にね、あたかもいてるような感じ、こうつなげてね、ソファーを。え、こうやってこういうアルバム出してたの？いやいや、全然出してない。これはね、これがね、このこっちが半分ですけど、ワンナイトスタンドって言って、うん、ライブをする、サムクックのライブをする、サムクックのライブっていうかな、まあ60年代風なライブをね、自宅で自分の部屋を改装して、コパのヤシの木みたいなのも立てたりとかして、で60年代の歌とかサムの歌を歌って やった時にそういうのを作ってね、こんなライブしますみたいなことやって。え、それはサムのカバーとかしてたと。サムのカバーしてた、It's All Right と、なんていうかな、Change Gonna Come かをやってましたね、この時。どっちかさん知らないと思いますけど、今、アール・ケリーの話じゃダメなんですよ。まあまあまあ。犯罪的な。そうそうそう。もうジャニー北川みたいな存在なんですよ。黒人音楽界の中で。でもとにかく、このほんまに若い女をめっちゃ言ってたやつやから、アール・ケリーの話はほんま今、ほんま黒人音楽好きでもせえへんのに、ようぶっこんできたな、みたいなさ。すごいな。日本ですからね。いや、日本やけど、もうほんま知らない人の方が多いじゃないか。いや、知らんからこそしたらあかんやろ。黙ってたで、これ、こっち側が犯罪者や。あの、イーライペーパーボイリーズっていう人がいててね、で、この人が40歳の男性に、そう、イーライがね、ボーディーズ最近上がってましたね。そうです、来日もしたことあるんですけども、そうそうそう、あ、見ました？見ました。あ、見ました。うん、その誕生日の時にライブをやって、それがハーレムスクエアクラブの、もう再現ね。そう、全く再現が、再現がすごかったな。すごかった。その MC でね、うん、ハーレムスクエアクラブのその MC までも一期一句、その笑うタイミングまで、うん、もうね、ね、すごいことです。それがもう今 YouTube に全部上がってる。そう、全部上がってるんでね、ぜひ以来見てあげてください、うん、すごいな、ほんまに好きなんやなと思って。ねえ、いや、あんな丸々やるんだとかって、あっぱれやったね、あこまでやってくれたら、うん、だからこれはその
リスペクトのライブの形みたいなね、まあ、カバーだったんですけど、ライブでもこういうリスペクトの仕方をしてる人がいて、でサムもね、サム自身もカバーをしてたりとかするじゃないですか。誰だ、ビリー、ビリーホリデーの追悼版で、ビリーホリデーの曲をこうやったアルバムがね、こうやってあって、でこのそうそう2枚目ぐらいやんね。あ、そうですね、結構早めの、ね、ちょうどね、これビリーホリデーが亡くなる、亡くなってからじゃなくて、ちょっと前ぐらいだったから、多分もうやばいでみたいなニュースが多分流れた頃でしょうね。これにリスペクトオーティスがしてやったのがこれ、うん、写真だけちゃうの、ほんまにめっちゃリスペクトしてる、ね、いや、ありそうやけど、ほんまに別にいや、これ絶対僕はリスペクトしたと思う。いや、どうやろ、ほんまでも確かにそういうの似てんな、似てるでしょ、そういうの似てんな、ほんまやな、この顔なんか、いやいや、黒い服やったら真似してみてみたいな顔してる、顔も全然似てない神妙な顔してるやん、こっちちょっと笑ってるやん、めっちゃ笑ってるやんこれたまたまやろ、いや、もうリスペクトしてんの、これは。あ、なるほど、サブコップもね、そう、日本の喫茶店のリスペクトみたいな、サブコップって喫茶店が、あ、すごくない、名前を三曲歌にしてる、どこにある、岡山に、行かなあかんやろ、そう、岡山の剣道家福道沿い、行かなあかん、行ったことあるってどういうこと、なんでマジで、たまたま、いや、安保会に岡山に行った時に、うん、たまたま見つけた、酔った、酔りました、いや、絶対三曲好きな人がやってると思ったよな、思った、内装けど全然、そうだよ、そうだよ、全然違うよ、全然違うよ、なんサム国が流れてるわけでもないし、だからこれここに書いてるけど、サム、まあ、いくつかの クッキングみたいなね、こっちはサムが違うんだ、クッキングね、ちゃう、あ、こっちはこっちは、でも、これもこの、ね、同じ、これが店のね、でも行ってみたい、行ってみたい、ちょっと行ってみたい、ほんでも、サム国知らないと、まあ、こうだったとしても、サムクック知らないと、こんなサムクックなんて、そう、サムクックなのよ、サムクックを、サムクックをサムクックにしてるぐらいだから、絶対知ってるはずでしょ、この人ね、いや、知らんやろ、意味がないやん、ちょっと、ほんと確認しに行きたいなと、いやいや、でもこれ聖地巡礼で行かなかったんですよ、そうね、これぜひ、岡山、そうやな、次のサムクックナイトは、この行った報告をじゃあ、元近さんがしてくれると思う、行かなあかんの、でこの間言ってたサムとオーティスは会ったことがあるかっていうね話をしてたんですけども、まあ会ったかどうか、まあコンサートが見に行ったかもしれないけども、ここにねこうほらオーティスがいてサムがいてこういうライブがありましたっていうのがあるんですけども、これフェイクなんですよ。あ、騙されがちやけど、そう、あ、このブルックリン、ニューヨーク、そう、あのトライアリッドテイラー、出てないもんね、トライアリッドテイラー、63年で出てるわけないもんね、これが出たのが66年なんで出てるわけがないんですよね、かしかもこの63年で仮に出たとやったとしても、この見てくださいよ、ジャッキー・ウィルソン、いや、ロイド・プライス、そう、ウィルソン・ピケットもう大物が全て出てる、大物を後にしてヘッドライナーサムと組む、ありえへん、ありえないでしょ、63年これだからフェイクなんですけども、うん、これはファンが作った愛のあるフェイクで、なるほどね、願望というか、ここ日付見てもらったら分かると思うんですけども、7月4日、うん、何、7月4日、これ何があるの、アメリカの独立記念日が、いや、あんまピンとこえへん、何で独立記念日やから、このでこのブルックリン、ニューヨークってのと、そのブルックリン戦争ってアメリカ軍が初めてブルックリンで戦った独立宣言の後に、うん、のでこうそういう風に場所と日付をね、うん、やってるっていう、あんまピンとこえへん、いや、だからこのビッグネームが集まるっていうのは、川辺さんで見るとゾゾゲポイントだったからほんま、あんまりな繋がらへんなと思ったら、そうな、来ませんわそうで、まあ、まあこういうのがあってね、まああってだから実際には会ったことないんですよ、一緒にもやったことないし、サムとオーティスは、でもこの間ニアミスがあったっていうのが、はいはいはい、これで
マグニフェンセント・モンタギューっていうあのラジオ DJ、 黒人のラジオ DJ がいてて、それが主催するイベントだったんですけども、それがこう、63年の1月にこうあってね、すごいメンツじゃないですか。ジミー・リードとかジョン・リー・フッカーとか、すげえ、カーラ・トーマス、ベイン・キング、ニューヌ・ワイク、シュベルズ、エキサイターズ、ジョニー・サンダル、ルーファス・トーマス、ジェン・チャンドラ、エム・ジーズ、多いな、サマン・デーブ、で、ここにオーティスがいてる、ドン・アンド・デューイ、うん、で、これをね、もうほんとこの DJ さんのコネクションを使いまくって集めまくったんですよ、うん、で、この前の時にサムがこのラジオに出演してたんですよね。で、名前は出てないんですけども、ラジオに出すもんだから、これもしかしてシークレットで出るんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ。みんな期待して、うん、絶対サム出るでとかって思ったけど、結局出なくて、サムは、うん、なぜかっていうと、この63年の1月といえば、うん、ハーレムスクエアクラブをツアーを回ってたのがあって、だから出れなかったんです、サムは。うーん、だからハーレムスクエアクラブを行かなかったら、ここに出てた可能性はあるんで、オーティスとひょっとしたら共演してたかもしれないってことなんだよね。でも、まあ、そのオーティスの共演を取るか、ハーレムスクエアクラブを取るか言ったら、もうハーレムスクエアクラブですよ、ね、いや、それはそうでしょ。今まるでオーティスと共演やってるけど、逆に言うたらジョン・リー・フッカーとの共演でもなってるから、あんまりにもこれ多分ほんまにある短いステージでしょう。そうですね、こんだけのねメンツが出てるっていうのは。マディ・ウォーターズと3回やったことありますけどね。ああ、そうなんや。そうなんです。どこでどこで？あのシカゴのコミスキーパークっていう野球場でね、はいはいはい、すっごいイベントだったんですよ。何年何年？それがね、62、3年、スティービー・ワンダーも出たんですよ。ほんなら63年やわ。スティービー・ワンダー63年でやから。ああ、そうか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 。すごいイベントですね、野球場で。あ、それ知らなかったですか。いや、知らん。いや、みんな知らんよ、別に。元近さん、泣きやで、そんなん知ってんの。そう。で、まあまあまあね、置いといて、ね、日本にもこうね、わかります？河本大翔さん、ブルーハーツのね、で、ボーティーズのロイさん。この2人も本当サム・クックが大好きで。で、ラジオでこれ共演したんですよ、サム・クック好きな2人が。で、その時のね、読ませてもらったら、ヒロトが、僕はあのライブアルバム、ハーレムスクエアクラブのことですね、を聞いてから1ヶ月近く声が出なかった。で、ロイが、これぞやりました。歌えないの怖くて、こんなものが世の中に存在するんだから、もう他の歌手はいらないと思って、僕なんかシャシャリ出てって人前で歌っちゃいけないって思って、いかんと思ってか、歌えなかった。本当にサム・クックは神様の息だと思います。リトル・リチャードもオーティス・レディングももちろんすごいんですよ。ああなりたいって思う。でもサム・クックは、ここもちょっと強調して言ってくださいよ。でもサム・クックは憧れることさえできないくらいすごくって、憧れることさえできないくらい。で、ヒロトが、僕は一生のうちに一晩でいいから、あんな風に歌えたら死んでもいいと思った。本当にそうですよね。あ、でもそれができないからまだ生きてんの、よかった、長生きできて。いいおちゃんいいおちゃん。すごい、この二人がね、リスペクト超えて、その憧れてることすらできない。だからなかなかロイさんってあのサムのカバーとかしなかったんですよ。でとてもじゃないけど、逆に俺たちめっちゃカバーしてるけど恥ずかしいもんだから全然気にせずカバーしてる。どっかをサムクックが憧れて、こんな顔までこうするとね。はい、ロッカー、これ何最後何こんな感じが、どういうこと。リスペク、顔でもリスペクトしてたっていう。いや、静止画面したらこんな顔絶対なるよ。全然噛んでてて、で最後にそのテッド・ホーキンスっていう人がいててね、でこの人が幼い頃から貧しくて、でひったくりみたいなのばっかりしてて、豚箱に入れられた時にそこでサム・クックと出会うんですけども、で
出て、もう一生懸命寒くこう歌うわけですよね。で、ここを出たら俺は歌手になるって言って、寒くみたいな。で、出て、で、レコーディング会社の人と面接した時に、もうちょっと自信満々に、俺はサム・クックの歌だったら何でも歌えるぜみたいな感じを言うんですよね、こうテッド・ホーキンスが。そしたら面接官が、あ、そうですか、あのサム・クックは一人でいいんで、あなたの歌を歌ってくださいとかって返されるっていうやつなんですけども。まあそういうことがあって、あとそのドラゴン、全然関係ないけど、ドラゴンアッシュのね、KJ とかもフェスでヒロトをこう眺めてたんですよね。こう そしたら亡くなったあの千葉雄介が来て、で、君はヒロト君みたいにならないでいいから新しいヒーローになんなっていうふうに言うんですよ。そこからもうこうね、ドラゴンアッシュメジャーになっていくんですけども、どんどんと。だからね、そのいろんな、ね、リスペクトで真似してきたりとか、はいはいはい、まあ、カバーしてきたりとか、みんなしてきたけども、まあ、サム・クックもね、同じようにやってきて、みんな新しいヒーローになってきたわけじゃないですか。だから、ね、カバーがいけないとか、オリジナルがいけないとかっていうわけじゃなくて、ちょっと飛んだ。いやいや、逆に今日頑張ってカバーした人を否定してるみたいな感じになってますけどね。大丈夫ですか？そう、カバーすることによってこうリスペクトする人がいてたからね、うん、そこにまた自分は立ち返れるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、だからそのカバーをしてまた立ち返って、自分はどういうふうに、例えばロックバンドのこの人が好きみたいなのがあったら、はいはいはい、俺はこれがなりたかったからこういうふうに歌ってきたんだっていうことをね、なんか歌うことに思い悩んだ時に、カバーとかオリジナルとか関係なくて、その人のリスペクトした人をこう見てね、うん、また自分がそれからまた新しいヒーローになっていけばいいんじゃないかなっていう。そうそう、この間それこそここでそのオーティストね、サム・クックの聴き比べをやっててね、はいはいはい、ほんでミスター・ピッティフルさんがさ、はいはいはい、結局は後出しじゃんけんやみたいな言って、ツイッターでね、それでも確かにそうやなと思って、結局はそのサム・クックが歌ってるからオーティストはこういう風に歌えるわけであって、まあ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 、確かに後出しじゃんけんやなと思って、うん、いやもう僕もそれはね、みんなまあ分かった上であれの企画をやってたから、はい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 、まあ、それはやっぱそうやなと思ってね、うんうん、だからその言うてるようにほんまにこうサム・クックが歌ったのがこのあっての、うん、どういうカバーをするかというのが今日ね、多分みんなやってると思うから、ね、そうそうそうね、この間見たけど、そのままの通りをアレンジせずにやったりとかするのか、自分なりにアレンジしてやるのか、ね、オベーションズとかやったらほんまそのまま通りにやるけども、そうそうそう、もうこう違う風に、うん、オーティスト方も全然ちゃうもんね、うん、歌い方もオーティスもね、本当リトル・リチャードとかサム・クックと同じように歌いたかったけどもできなかったからああいう感じになったっていうのとね、一緒で、でもやっぱりこうやってカバーして立ち返るところっていうのがあるっていうのはやっぱりすごい強みでもあるし、それがサム・クックってことだよね。そう、それがリスペクト・サム・クックってことでした。じゃあもうそろそろということで最後言ってや、なんか分からんけどもう一番ぐらいあんねん、これで終わり。あれだね、お家があんのかと思ったら。ないです。はい、ないよ。はい。ほんなら、じゃあ、そういうことで。リスペクト。リスペクト三角。はい。じゃあ、どんどん続いていきます。次は、ふわちゃん君。ふわちゃん、お願いします。よろしくお願いします。